スジイルカは、クジラモカハクジラモクマイルカかスジイルカ族に属するイルカである。世界中の温帯から熱帯の海域に生息する。スジイルカは、スジイルカ族に属する五種のうちの一つである。発見は1833年、フランツマヨンによる。種小名のクーローリオルバは、特徴的な横腹の青と白の帯状の模様に由来する。スジイルカは、 他のスジイル家族のイルカと大きさ及び形状は類似する。しかし、体の模様には特徴があるため、会場における識別は比較的容易である。腹部は白あるいは薄いピンク、目の下から胸びれにかけて、暗い青色の帯が一内し二本ある。耳の後からさらに別の二本の青い帯があり、一方は短く胸びれのあたりまで伸びているが、他方は長く。 横腹に沿って伸びており、尾びれの手前で腹足に向かって湾曲している。これらの尾びれの上部と、尾びれは明るい青で、頭部、背、背びれは暗い青である。目の周りには暗い青色の模様があり、唇は白い。生まれた直後は、体長は最大1メートル、体重は約10キログラムであるが、成長すると、メスは2.24メートル、150キログラム、 オスは2.6メートル160キログラム程度になる。生成塾に関しては、地中海におけるメスで12年、太平洋では7年から9年であるという報告がある。寿命は55年から60年程度である。妊娠期間は12ヶ月で、妊娠の間隔は3年から4年程度である。スジイルカは、スジイル家族に属する他のイルカと同様に、 通常は100頭を越すような大きな群をなして行動する。地中海や大西洋では群のサイズは若干小さい。マイルカと混ざって行動することも多い。スジイルカは活発に行動するイルカであり、しばしばブリーチングや海面から飛び出すようなジャンプを行ったりする。大西洋や地中海に生息する個体は船に接近してくることもあるが、他の海域では稀である。 特に太平洋においては極めて稀であるが、これは太平洋においてかつて大規模なイルカ漁が行われたことと関係があるのだろう。主に小さい魚類やイカを食べる。スジイルカの生息域スジイルカは世界中の温帯から熱帯にかけて、荒く言うと北緯40度から南緯30度あたりの主に沖合に生息する。 水温で言うと、摂氏10度から摂氏26度の範囲で見られるが、摂氏18度から摂氏22度あたりを好む。ことに、南北大西洋、インド洋、太平洋には多数生息する。西太平洋においては、詳細な研究がなされており、海遊することが確認されている。しかし、他の海域においては確認されていない。 スジイルカの全生息数は200万頭を超えると考えられており、生息域においては非常によく見られるイルカであるが、生息数が減少してしまった海域も一部ある。北、太平洋西部だけでもスジイルカの推定生息数が50万頭と見積もられ、日本、ソロモン諸島などでは食べるために捕獲される。小型クジラ類の中でもスジイルカは捕獲が容易なため、 和歌山県大地町及び静岡県伊豆半島では長年食され、特にスジイルカの腹肉が食卓に乗る習慣があり、刺身とイルカのすき焼きにて主に食す。ラハビスラは1995年に地中海のスジイルカが激減したことを報告した。原因は二つの説があり、動物はアカシオ等により、藻類が大量に発生した際に、それらの出す。 神経毒に、曝露されると免疫系に異常を起きたし、水中にいるバクテリア類、ウイルス類、そして菌類による日和り未感染を起こしやすくなる。これが、イルカの大量死と関係があるのではないかとするものと、この免疫系の格乱は、環境中ホルモン様物質が疑われる、PCB 類、DDT、D、そしてダイオキシン類により引き起こされているとするものとが、あるが、原因は、 明確にはなっていない。飼育は2013年現在、和歌山県の胎児調律クジラの博物館で2011年10月に搬入したオスの個体が飼育される。また、スジイルカが飼育されている施設は世界で胎児調律クジラの博物館のみである。それまでは、スジイルカの飼育は試みられたことがあるものの、救治がうまくいかず2週間以内で死んでしまい。 長期間の飼育には成功していなかった。フレデリック・アイ・アーチャー2、ストライプト・ドルフィン・イン・エンサイクロペディア・オブ・マリーン、マーマルズ、ピアニッシモも、1201から1203、120 ISBN0 から12から55万1340から2マーク・カーワー・ディン、ホエールズ・ドルフィンズ・アンド・ポーパセス、ドーリング・キンダー3・ハンドバックス、ISBN0751327816 リーブス、 エトール、ナショナルアウズボン、ソサイティガイドツーマリーンマーマルズオブザワールド、ISBN 0375411410、改正哺乳類図鑑国立科学博物館動物研究部。ありがとうございます。